はい、どうも吉助と申します。本日もご視聴ありがとうございます。今日は何を作るかと言いますと、暑くなってくると食べたくなるスパイシーな鶏料理、タンドリーチキン、こちらを作ってみたいと思います。ご飯のおかずにもよく合う一品となっております。それでは早速参りましょう。本日もよろしくお付き合いください。はい、まずは鶏の下処理からです。本日はこちらの四万十鶏のもも肉を使っていきたいと思います。こちらの鶏もも肉2枚を使って今日はタンドリーチキン作ってみたいと思います。下処理の方法としましては、軟骨や余分な皮や油を取っていただく程度で大丈夫です。カットは食べ応えがあるように大きめのサイズ、1枚のもも肉を4等分にカットします。カットした鶏もも肉の両面にしっかりと塩をして、風味付けに軽く胡椒もしておきます。塩胡椒ができましたら、しっかりと揉み込んで味をなじませ、その他の材料を合わせていきます。鶏ももをマリネするための他の材料を合わせていきます。プレーンのヨーグルトを大さじで5杯、ざっくりとでいいと思います。カレー粉を大さじで1杯、お砂糖を大さじで1杯、ケチャップも大さじで1杯、あとおろしにんにくを小さじで1、おろし生姜も小さじで1です。あとレモンがあればレモン汁を少々入れておいてください。ここまで入りましたら、よく全体を混ぜておいて、鶏もも肉に味をなじませてあげてください。全体をよく混ぜた後にオリーブオイルを大さじ1入れて、全体をざっくりと混ぜ合わせておきます。なぜ最後にオイルを入れるかというと、先にオイルを入れてしまうとお肉が油でコーティングされて他の味が入りにくくなるため、最後にオリーブオイルを入れるようにしてます。マリネの状態ができましたら、ラップをして冷蔵庫で最低でも15分から30分ほど寝かせてあげてください。はい、こちらが冷蔵庫で30分ほどマリネしたものです。下準備はできましたので、早速焼いていきたいと思います。はい、それでは焼いていきたいと思います。コンロの方はまだ火をつけてない状態です。こちらの24センチのテフロンパンを使って焼いていきます。フライパンに適量のオリーブオイル、少量で大丈夫だと思います。そこにマリネしておいた鶏もも肉を皮目を下にして並べていきます。ボウルに残ったマリネの液も一緒に入れてあげてください。すべてを入れ終わりましたら、コンロの火を中火弱ぐらいでゆっくりと皮目から焼いていきます。フライパンへの火の当たり方にはムラがあるので、途中皮目の焼き色を確認しながらフライパンを回転させ位置を変えたり、鶏肉の焼いている場所などを変えてあげて、皮目の焼き色をきれいにつけてあげてください。皮目にしっかりときれいな焼き色がつきましたら、すべての鶏肉をひっくり返し、火は弱火にまで落とし、蓋をして鶏の中心に火が入るまで蒸し焼きにします。鶏の中心にまで火が入りましたら完成となります。それでは盛り付けていきたいと思います。お皿の方にお肉を盛り付けていただいて、フライパンに残ったマリネの液の方ですけれども、油と分離した状態になっているかと思います。そのまま弱火にかけ、全体を混ぜていただいて、油とマリネの液をつなげてあげてください。もし分離した油がつながらないようでしたら、小さじ1杯程度のお水を入れてやっていただくとつながるかと思います。火にかけすぎると水分が飛びすぎてしまい、また分離してしまいますので、つながったらそこでやめてください。
マリネ液のソースの方もたっぷりとかけてあげ、あとはお好きなものをトッピングして完成となります。はい、いかがだったでしょうか。タンドリーチキン、暑くなる季節にはぴったりのお料理かと思います。味的にはご飯にも合いますし、ナンや食事パンなどにも合うかと思います。お子様にも受けのいい料理なので、ぜひ一度挑戦してみてください。辛さが気になる方はカレー粉の量を調整してみてください。今日はこの辺で終わりにしたいと思います。本日のレシピは概要欄の方に記載しております。そちらからご確認ください。いつもいいねとコメントありがとうございます。これからも皆さんのお役に立つような動画を作っていきたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。